ちーちゃんも草むしり手伝ってよ。合宿でお世話になるんだからさ。ちーちゃん。あ、何聞いてるの？ああ、クイックステップじゃ割とスタンダードな曲、昔から好きなんだよね。あんたも聞く？これ聞いたことある。競技会でも結構使われてる有名な曲ね。僕これ好きだな。へえ、あんたと趣味が合うなんて珍しい。なんていう曲？あ、これはね、シングシングシング。高らかに空気空気両手につかんで咲き誇れ美しい人よ。そのままペースアップして Invisible Sensation 大胆なモーションに終始して Face to Face。 ビジネスそして規律さえの国この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おー、ぼちぼち客入ってるみたいだな。タタラも一丁前にこんなところで踊るようになったか。あ、神保くん、お待たせ。まあ、玉木さん。うわー、牛女？誰が牛女よ。思いっきりリバウンドしてんじゃねえか。あ、そっか、神保くん、カレンちゃんとは久しぶりだっけ。最近スタジオご無沙汰だったから健康的でいいわよね。それとも神保くんは前のカレンちゃんの方が好みだった？俺は別に。わー、照れちゃって。照れてなんかねえ。今準決の最終種目みたいね。決勝にはなんとか間に合ったわね。タタラ君と千夏ちゃん残ってるのかしら。あれ、タタラ君、姉ちゃんたち決勝に残れるかな。どうだろうね。他に上手い人いっぱいいるからね。何を言ってるんだ。私たちが信じてあげなくてどうする。千夏、タタラ君、よかったぞ。このまま優勝だ。なんなのよ、そんな無茶苦茶な動きして。合わせなきゃいけない私の身にもなってよね。すっごく怖かったんだから。だからごめんって謝ったでしょ。まあ、あんたが動きすぎたおかげで今までで一番大きく踊れたんだけど。そうだ、準決勝での踊り今までとは違った。動きすぎる僕にちーちゃんは合わせてくれた。僕はちーちゃんの重みを利用しようとして、あの感覚、ああダメだ、まだ整理が追いつかないぞ。私たちのダンスみんなにはどう見えたんだろう。だ、何すんの。チェック表見てきてよ。え、僕一人で？ちーちゃんも一緒に見に行こうよ。落ちてたら嫌だから。
タタラが一人で見に行って。釘宮組が素晴らしかった。もともと美しい組でしたが、また一段と洗練されましたね。手堅いオールドスタイルは見ていて安心感がある。真摯にダンスに取り組んでいるのがよくわかる。ドレス選びのセンスもいいと思うの。今日のアイラインドレスは彼らの印象にマッチしているわ。都民大会レベルだとあのクラスの選手は名前だけで点入れちゃいますね。ま、若い選手にも頑張ってほしいところですが。名前で勝たせるんじゃなくて、ちゃんとその人のダンスを見て勝たせてやりたいですよね。僕は藤田組が押せますね。何です、その反応。僕は注目してましたよ。なんか新しいっていうか、伝統か革新か悩みどころだね。背番号は何番だったかしら。確か4位通過してるけど、ワルツがやばい。信じらんない。なんで私たちが落ちてるの。ほんと分かってないよね、審査員。俺とお前の最高のランデブー。優勝できなきゃ結婚はお預け。なんだよあいつ。準決勝、僕はどんな踊りをしてた。失敗したワルツはその後どうやって立て直した。はい。よう、タタラ、元気か。踊りまくれ。戦国さんだ。お電話ありがとうございます。藤田タタラです。お久しぶりです、千国さん。千国さん、僕今の。お前、髪上げ上手くなったな。来てらっしゃるんですか。どこですか。僕今手を振ってます。千国さん、千国さん。なあタタラ、見てるぞ。まもなく東京都民大会 A 級戦 B 級戦決勝戦を行います。どうなの、体の方は。動きすぎちゃうんでしょ。あ、うん。兵道くんのストレッチで体のジョイントが緩いっていうか。何？私ね、あんたって人間が未だによくわからない。うん。最初はどうにかしてあんたをわかろうとした。あんたがわからないから無理！でも結局。他人を理解したつもりになることはできても、本当に理解するなんてできない。だからもう、あんたを分かろうだなんて思わない。第一種目、ワルツです。行くわよ。少し難しい話をしようか。お前が理解できなくても構わない。分かったつもりになることはできるんだよな、他人ってやつは。でもつもりはつもりでしかない。他人ってのは結局不確定なものだ。そこに一つの世界があるみたいに。人類が世界の全てを解き明かせないように、俺たちは他人を解き明かすことなんかできないんだ。理解できないものが目の前にあるってのは恐ろしいと思うか。目の前にいるのは何だ。
自分と別の存在がそこにいて、それを理解できないということを知ったとき、それはとんでもなく愛おしいものじゃないか。それだけで自分が自分であってよかったと、そう思わないか。誰に電話してたのよ。タタラだよ。試合見てるぞって言ったら感極まってやがった。日本にすらいないくせに嘘ばっかり。カナメちゃん性格悪い。ガジのメールは見てるから嘘じゃないぞ。それにあいつは誰かに見てもらえてるってだけで嬉しくなっちゃうやつなんだよ。今頃どんな顔してるかわかるぜ。あの子たち来るわよ。優勝だなんて何の冗談かと思っていたが、本気なわけね。させるかよ。姉ちゃん、千夏、青虎くん、頑張れ。すごい、決勝に入ってから今までが嘘だったみたいに安定してる。さんざっぱら人をハラハラさせっといて、なめきな。釘宮組で決まりかと思ってたんですけど、あの13番も悪くないですね。決勝からは採点方法が変わるんだ。今までのチェック方式での上位順ではなく、過半数の審査員から1位を取った組が優勝するスケーティングシステムだ。7人の審査員の場合、4人が1位で3人が最下位をつけたとしても1位になる。じゃあ3人が1位をつけて残りの4人から2位を取った組がいても1位を4つ取ってた方が勝つってわけですか。審査員の好みも影響してくるが、手堅いオールドスタイルの釘宮組か、革新的なスタイルの藤田組か、こりゃどっちが勝つかわからなくなってきたぞ。あの生まれたての小鹿みたいにプルプルしてたタタラか。マダガスカルのお猿さんよりも踊れなかった子がこんなにも立派になって。ねえ、気づいてる？ん？ここのお客さんたち、タタラ君と千夏ちゃんを目で追っている人がどんどん多くなってる。すっかりダンサーの顔になっちゃって。ぶちかませ！飛ばしすぎ。力が入りすぎてる。そんなんじゃ最後まで持たない。濁ってる。あ？
決勝2種目目タンゴ。弓矢組の様子がおかしい。どうしちゃったんでしょう。リーダーがパートナーにもたれかかってるような。足がつったか。予選から踊り続けて、準決勝からはインターバルも短い。ペース配分を間違えると体力はもちろん肉体への影響も大きくなる。でも釘宮さんほどキャリアのある人が視界に入ったからだよ。釘宮さんにとっちゃ藤田組のダンスはさぞ目障りだったろうね。こんな時に今のってパートナーがリーダーを立て直した。支えながら踊ってる。マサミ、ほら、こないだ言ってた新しいパートナー候補、井戸川民江さんです。1320円になります。私は無色透明、これという色がない。ダンスは好き、それだけあれば私は幸せだ。井戸川さんって今大学生でしょ。ターンプロはしないの？リーダーも見つかったことだし考えてみない？うちもコーチ不足でさ。すみません、ダンスは趣味でやってるんで。詳しいことはまだ。あ、井戸川さん、国宮君が交通事故に遭ったって。これダメみたいです。思ったよりも深刻みたいで残念ですけど、ダンサーもう怪我が治ったら井戸川さんと一緒にスタジオを移りなさい。俺は就職決まったんだってな。それが何？仕事しながらやってるダンサーなんかいくらでもいるでしょ。お前待ってなくていいよ。リハビリこれからだし、復帰がいつになるかわからねえし。いい、知らない人と人間関係気づくのめんどくさいから。わかんねえ女だな。俺は、私は本物じゃなかったんだ。そんな、麻美、私は君を、そんなこと本物のダンサーにはしてあげられない。江田中さんを言わないでください。俺は
でもまあ、いてくれてよかったよ。序盤に崩れたのを差し引いても、立て直しがうまかった。さすがは釘宮。丹後は釘宮組に分がありってところか。残す種目はあと3つ。でも次の種目って…藤田君たちが練習してこなかった。決勝、3種目目。ベニーズワルツ。触れ合ったり離れたりの二人だけど Swing Heart。 始まってる何かがこれまでと違う扉かも。目覚める私の想い、まだ気づく。知れないね。でも差し出した指から伝わるのは戸惑い。そんな君でいいよ。触れ合ったり離れたりの二人だけど、それがだんだん近づいてきっとね。お互いのテンポが優しく重なる。で素敵じゃない、いつか同じ夢、次回ボールルームへようこそ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。